けいたします。ピアノ上達も粘り強く、テンションコードもコードネームも読み解く。ほんの少しテンションコードも活用できると少し響きも変わってきます。余興でございます。笑っているしてちょんまげ、子供たちもちょんまげ、可愛くちょんまげをしたり、止めをちゃんと止めて、可愛いドレスも着て通ってくれております。枯れ葉先生ならわかります。どの音を一つ間違えたか。わかるんです。わかるから何度も練習も重ねます。ただ、昨日もお話ししましたが、コードネームも臨機応変に少し、コード奏法も変えて弾くというのもありなんです。固定観念にとらわれずに臨機応変な奏法や臨機応変ないろんなバリエーション豊かに弾くということもありなんでございます。Am7フラットファイブというのが、このような響きです。D7 が、テンションにするとこうなります。D7 です。これがいわゆる2-5です。2-5 が、Am7 フラットファイブ。D7 の、フラット9です。フラット9、インフラットのメジャー7、このような響きです。これも少しずつ Bm7 フラット5とは2-5、異端調の2-5になりますね。